いわくつきの新作をちょっと読もうかと思います。まさきオンザマイクと一緒に作るので、ちょっとラップ調に作ってみました。初めてちょっとねラップっぽい朗読をやってみるんで、お聞き苦しいとこもあるかもしれないですけども聞いてください。それでは思います。噛まない男、噛む女。禅寺にこもること14年間、ついに噛まない術を得得した俺は、ウグイス嬢にもなれず超局のアナウンサーの内定ももらえぬまま、噛まずに今日もコンビニのレジを打つ。いらっしゃいませ、ありがとうございました。温めますか？お箸は一膳でよろしいでしょうか？レジお願いします。シールでよろしいですか？袋はお開けしますか？お願いと質問と感謝と挨拶を噛まずに繰り返す一日は、決して壊れない全自動洗濯機のごとくメタに軽かつ物悲しく、ある日一年発起して俺はコンビニの白壁に、人はサンプラーじゃないと書いてクビになる。沈黙は金は嘘ってことを証明すべく俺はスポークンワードを始める。そんなもんはわからない。ウルトラクイズや風雲たけし師匠が教えてくれた、突っ走った先の壁を突き破ってストロングコンゴが出てくることもあるって。ひとまずしゃべり倒す、しゃべくり倒す、他はなし。沈黙は金は嘘、沈黙は金は嘘、沈黙は金は嘘、沈黙は金は嘘。
ありがとうございました。だんだんこう宴会芸をやってる気分になってきましたね。噛まない男、噛む女でした。ちなみに噛む女という映画を見たことがある方、この中どれぐらいいらっしゃいますか。あ、いない。一体どんな、いた。やっぱりスプラッターではないんですよね。スプラッター、あ、やっぱり。よし。